こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は意外と知らないダイエットと減量の違いについてお話しさせていただきたいと思います。今日は意外と知らない、ダイエットと減量についてのお話をさせていただきたいと思います。普段ですね、お客様のトレーニング指導をさせていただく中で、大きくはダイエット目的で来られる方は非常に多いんですけれども、本来ダイエット目的で減量される方が、競技やアスリートの方の減量を真似てしまうことでリバウンドのリスクが高くなったり、健康をですね少し害すると言いますか、そういった状態にもなりかねますので、今回はその違いについての説明をさせていただきたいと思います。今回の項目2つ、まずダイエットとこの減量っていうそれぞれの意味合いの説明をさせていただいて、2つ目がダイエットと減量をうまくですね使い分ける方法っていうのをご案内したいと思います。まずこのダイエットっていう意味なんですけれども、もちろんダイエットの意味の中には、食事を制限して運動をして、減量することっていう意味も含まれます。その他に、調べますと、英語のダイエットっていうのは、日常的な食事食べ物という、意味も含まれます。でさらに調べますと、その起源になるのがギリシャ語のディアイタっていう言葉で、この意味が生活習慣とか食事療法っていう意味も含まれている。この起源でダイエットっていう風な言葉が生まれたんですけれども、どうしてもダイエットっていうと体重を落としていくだけで考えがちなんですけれども、深く考えると健康的な食生活を意識することで体重を減らしていきながら、長期的に食事や生活習慣を見直して健康な体になっていくっていうのがダイエットの大きな意味になってきます。一方で減量、これは特にアスリートや競技に対しての減量なんですけれども、これは単純にその試合当日に向けて体重制限がある競技であれば体重をそこまで落としていく、ないしはボディコンテストのような、極限まで体脂肪を減らしていってステージに立つという試みで体重体脂肪を落としていくのが減量なんです。この減量とダイエットの一つ大きな違いが、この競技の減量っていうのはある程度のリバウンドがある前提で、減らしていってるっていうことにあります。ある一定期間かけて極限の状態まで、体を仕上げていく。人によっては、極端なカロリー制限をする方も、おられます。私自身も、コンテストボディコンテストに出る際はある程度の期間、2ヶ月3ヶ月の期間で減量に取り組んでいくんですけれども、やはり自分の基礎代謝を下回る、摂取カロリーで、1ヶ月ぐらい過ごしですね、やっぱりそうなってくると代謝も落ちて少しね体の倦怠感もありながら、ただそのステージに、いい状態で立つために、減量していくっていう目的なので、これをずっと続けれるかって言いますと、なかなかそれをずっと維持して続けることはできません。ですのでこういう競技とかアスリートの減量っていうのは大会当日にピーク、いい状態を合わせて、持っていって、それが終了すると、ある程度、摂取エネルギーを増やして、体重も、増やしていくっていうのが、一般的な、この減量の方法なんですけれども、これが一般のダイエット目的の方がこのアスリートや競技の、減量を取り入れてしまうことで過度な食事制限をしてしまって、結果的にリバウンドしてしまってダイエットが続かないとか、そういうケースがあるので、今回はこのダイエットと減量の大きな違いについてお伝えさせていただきました。でこの2つ目がですね、一般のダイエット目的で減量していく中でも、どうしてもここまでに下げたいっていう時がケースがあると思うんですよ。身近な例でいくと、夏に海に
行く予定があるので、まあ、そこまでになんとかこうこれぐらいの体に絞りたいとかですね、結婚式や、そういうお子様のイベントごとがあるので、ここまでにある程度痩せて、綺麗なドレスを着たいとか、まあ、そういうですね、一般のダイエット目的であっても、その期間でなんとか痩せていきたいっていうケースはあると思うので、まあ、そういった場合どうしたらいいかっていうところなんですけれども、前提としてですね、そういった場合の注意点が、まあ、2つありまして、まあ、まず1つ目がですね、期間をある程度決める。まあ、特に3ヶ月以上のこの減量っていうのはできるだけ避けていただいて、まあ、2、3ヶ月の期間で体重を絞っていくっていうふうにしていただくことをお勧めします。というのはですね、ある程度摂取カロリーも制限しながら、まあ、体にストレスをかけて体重を落としていきますので、そういう中で通常のね、日常生活も少しね、体もしんどくなってきたりっていうこともあると思うので、これを長期的に続けていくと、またまあ代謝が下がってしまって、あまりこう健康的な状態とは言えなくなってきますので、あまりまあ長く続けすぎないっていうところが一つです。で、二つ目が、ある程度そこの、イベントの当日、まあ、ゴールが終わればリバウンドに気をつけながら摂取カロリーを少しずつ上げていって、代謝を元に戻すというところ、まあ、この期間は、まあ、少し体重が増減しても、良しとする、期間として設けて、自分の代謝を、上げるという期間を設けることによって、過度に、まあ、リバウンドするっていうリスクを、まあ、少なくしていくと、まあ、取り組むのがおすすめです。私自身も、まあ、ダイエットっていうのは1年で言うと、もう常に365日ダイエットの意識っていうのは持っているつもりで、それは普段余分にですね、体重、体脂肪をつけないように、まあ、食事を気をつける、この3大栄養素、タンパク質、糖質、脂質っていう栄養素を摂取しながら、まあ、運動して健康的であるっていう意識は、まあ、常に365日持ってる上で、こういうコンテスト等に出る2ヶ月、3ヶ月の期間は、まあ、少し、自分に、まあ、ストレスをかけながら、カロリーを抑えて、自分のその試合にベストな状態になるために減量していくっていう風な形で取り組んでますので、まあ、皆さんも、まあ、もしダイエットが目的で、体重を落としていってる方に関しては、それはもう一生ですね、食事等々は意識していただいて、長く続けていただくことが、まあ、ダイエットで一番重要なことだと思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。Bレジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。またBレジェンドでは毎月新商品やお得なセールを開催してますので、概要欄の方からチェックお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。